はい、セリカさんです。今回はモビルスーツを運搬している風のジオラマを100均の商品のみで作っていきます。簡単にジオラマに挑戦してみたい方向けに、お金もほとんどかからなくて難しい作業もないように解説していきます。それでは早速作っていきましょう。まずは土台となる商品を紹介します。土台はセリアで購入した B5 サイズで、厚さ1ミリのプラ板を使いました。プラ板を使った理由は、ハサミでの加工が簡単で大きさの調整がしやすいから選びました。この商品はプラ板が2枚入っているので、この2枚をテープでつなげます。マスキングテープを使っていますが、セロハンテープやガムテープなどプラ板をつなげられれば何でもいいです。この面は下になって見えなくなるので、細かいことは気にしないで貼り付けましょう。次に土台の上に地面を作っていきます。地面はダイソーで購入したジオラマ粘土を使用します。今回はダークブラウンを買いましたが、他にも明るい色の粘土もありました。自分のやりたいことに合わせて購入してください。この粘土を土台の上に広げていきます。粘土は3個使いましたが、薄めに広げてギリギリ土台を隠せるくらいの量でした。余裕を持って 4,5 個ぐらいはあった方が安心して作業できそうです。この粘土は約1日で固まるので、最初に地面の形状を決めておきましょう。次にモビルスーツを乗せる台車を使いますが、この状態で販売されているので地面に乗せるだけです。これを購入した時は何のガンプラを乗せるか決めてなかったので、とりあえず2個買っておきました。台車を置くだけでもいいですが、地面にタイヤ跡を残すために少し擦りつけます。地面の厚みが薄く、あまり深くやると土台が見えてしまうかもしれないので、軽くタイヤ跡をつけるくらいにしておきました。キャタピラとかいろいろな跡をつければ、軍が使っている道みたいにできるかもしれません。このままだと見た目が寂しいので、人工芝を使って草むらっぽいものを作ります。どんな感じで置くか、ある程度決めてから加工していきます。大きさは加工して調整できるので、とりあえず大きめにしておくといいと思います。加工はハサミで切っていきます。人工芝は厚みがあるので切りにくいですが、なんとか普通のハサミでも大丈夫です。でかくて頑丈なハサミがあれば、そっちを使った方がいいと思います。切っていると人工芝がボロボロ落ちてくるので、新聞紙などの上でやると片付けが楽になります。自分はこの作業をテーブルの上でしたので、すごく散らかりました。掃除機で綺麗にしましたが、なかなか面倒だったので注意してください。人工芝の加工が終わったら、地面の上に乗せるだけです。粘土が余っていれば外枠を隠せるのですが、そんな余裕はなかったので、このままにしておきました。これで大きな作業は完成で、この後は細かい作業をしていきます。とりあえずマスターグレードのバルバダスを置いて見た目を確認しておきます。武装やバックパックなどを外した状態で置いた時に、台車2個でちょうどいい大きさでした。ただ台車の一部のせいで少し収まりが悪かったので、そこを修正します。台車には端に出っ張りがあるため、これがガンプラに干渉していました。干渉するといっても、ガンプラが少し斜めになるくらいなので、気になる人だけ修正した方がいいです。自分の場合はこの部分をニッパーで切りました。真ん中にガンプラを置けばほとんど見えなくなるので、切った後もそのままにしています。どうせ100円なので、気になった部分があれば気軽に加工しちゃいましょう。あとはもう一度ガンプラを置いて確認しましたが、ちゃんと寝そべって置けるようになりました。これで完成でもいいですが、もう少し一手間加えていきます。堂々と運ばれているのは違和感があるので、レジャーシートを使って隠蔽用シートを作っていきます。このシートはセリアで買いましたが、どこの100均でも似たようなものが売っていると思います。このシートをガンプラの大きさに合わせて切り取る大きさを決めます。切り取る方法は何でもいいですが、自分はデザインナイフでガンプラの大きさに合わせて切り取りました。生地も薄いので簡単に切ることができました。切り取ったシートはガンプラの上にかぶせます。かぶせるだけで何も難しいことはないですが、風が吹けば吹き飛ぶような状態で輸送するわけないと思います。なので次に固定用のロープを作っていきます。ロープはセリアで購入したパラコードのミタリー柄を使います。これは手芸コーナーにあったのですが、他にも派手な色の紐とかもあって、いろいろと遊べそうでした。紐の長さは結ぶ分を考えた上で現物合わせで決めました。台車の下に紐を通すのが少し手間でしたが、確実に長さが合うので、この方法でやりました。長さを決めたらハサミで簡単に切ります。あとはそのまま紐を結んで、結び目は台車の下に隠します。結び方は好きなやり方でいいですが、台車の下に入る結び目の大きさにしましょう。ここまでやったら完成です。台車を引っ張るトレーラーはないので、何か事情があって放置されたみたいな感じで作りました。あとは小さいパイロットのフィギュアとか置けば、放置されたガンダムに乗り込む様子みたいなジオラマにもできるかもしれないですね。ただ隠蔽用シートがあると、せっかくのガンプラが見えないので、シートを外したバージョンも作ってみます。ダイソーで購入したデカールシールを使います。最近の100均はこんなデカールまで売っているのは驚きですね。これは100均で販売されている格納庫風台座に使うものみたいです。この格納庫風台座を紹介した動画もあるので、コメント欄にリンクを貼っておきます。シールなので、台紙から剥がしてガンプラに貼るだけです。シールを両手両足を封印するような感じで貼っていきます。シールの長さもいろいろあるので、短いものはツインカメラに貼ったりしてもいいと思います。注意を促すようなデザインのシールなので、この機体を勝手に動かしてはいけないような雰囲気にできます。ガンプラも全体が見えるので、見た目を楽
しむことができます。ジオラマは自分の好き勝手にやればいいので、あくまでも一例として見てください。ついでに HG サイズだと何体ぐらい置けるのか確認してみました。平均的な HG サイズのガンプラだと台車1個で2体寝そべらせて置くことができました。サイズも間隔を詰めればちょうど良かったので、台車のサイズは HG サイズの大きさを基準に作られているのかもしれませんね。あとガンプラじゃないですが、ゾイドの4足歩行タイプも収まりが良かったです。ライガーゼロだとぴったりな大きさだったので、あとはグスタフのプラモとかあれば牽引してる感じにできますね。いろいろなプラモを乗せて遊ぶのも楽しいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。最後に作業時間ですが、撮影しながらの作業で1時間半ぐらいでした。集中してやれば1時間もかからないぐらいでできると思うし、簡単な作業しかないので、初めてジオラマに挑戦する人にはおすすめです。100均には他にもいろいろと使えそうなものがあるので探してみてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。